茨城県道69号北茨城インター線は、茨城県北茨城市を通る県道である。常磐自動車道北茨城インターチェンジへの、接続道路である。北茨城市磯原町、豊田の茨城県道22号北茨城大井湖線、北茨城 IC 南交差点より分岐し、北茨城 IC と河川町下総田の茨城県道10号、日立岩城線に接続する路線。 1994年4月1日、北茨城 IC に接続する新規路線として、起点を北茨城市磯原町、終点を同志河川町を終点とする主要地方道北茨城インター線が路線認定された。この路線の前身となる茨城県道号、水沼磯原線の北茨城インターチェンジへのアクセス道路となる一部区間を主要地方道へ、 道路区一指定した路線である。翌1995年に整理番号69へ変更され現在に至る。起点から約200メートルの位置に、北茨城 IC 入り口の交差点がある。沿線の田園地帯を右に、ややカーブして、河川町須場の十字路交差点を左折し、常磐自動車道の下をくぐり、右手の中妻小学校を見ながら直進すると、 終点の茨城県道1号日立岩木線、仮想電交差点に接続する。道路法の規定に基づき、北茨城市磯原町と与田道間及び、北茨城市河川町薄城道市河川町、仮想電は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。地勢は、路線全体が、 北茨城大地にあり道路は平坦である。河川町薄場を経由することから、路線全体の線形は、L 字型となる。北茨城 IC 周辺は、田園風景、終点付近沿線は、中津小学校のある宅地である。茨城県道69号北茨城インター線、北茨城市磯原町豊田福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと、ありがとうございます。